えー、おはようございます。今日は4月19日火曜日でございます。時間はね、4時18分なんですけども、もうお分かりですよね。昨日お示ししたこの上百126円の675、家庭の126円の230の狭いこのレンジなんですけども、昨日のうちに、えー、このようにですね、えー、ブレイクアウトしております。まあですので、階の方で、 含み益を取ってる方がいるんじゃないかなと思います。現在でですね、20ピップスぐらいですから、まあ、あの、まあ2万円前後、利益確定で、ここで離脱してもよろしいかと思いますが、まだ伸ばす方はね、これは127円とか、128円の方向に緩やかに向かうと思うんですよ。うん、まあただね、やっぱ心は20ピップスぐらいで、ちょっと一旦切っておいた方がいいかなと思います。え上昇の勢いってのが、今でもあるんですけども、 うんなんかね、要線が大きくなっていくような感じはないんですよね。まあですんで、まあ、ゼロラインを設けていくなり、えー、ロスカットラインをね、えーまあ、調整まではしなくても、一回決済して、再度をエントリーするなりね、えー、ちょっと半値決済とかで工夫して、まあ、利益を確定させることを優先していただきたいかなと思います。まあ、本日の放送は以上ですね。 まあ、ブレイクアウト今回も成功したよってことでございます。ただね、なんか 30pips、40pips を一気に取れるような、そんなブレイクアウトじゃなかったんで、ここは小刻みに決済した方がいいかなと思ってるところですね。じゃあ、本日は以上です。